はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、こちらのね、水草の水槽黒ひげ桶ね、すごかったんですけど、沼エビとね、サイアミーズ、フライングフォックス入れたらですね、ちょっとは良くなりました。まだまだね、ありますけど、だいぶね、黒ひげ桶食べてくれたみたいです。このね、岩にもね、だいぶくっついていたんですけど、だいぶね、食べてくれてますね。こんな感じでね、食べてくれてます。まだまだね、ありますけど、このまま順調にね、食べてくれたら嬉しいかなと思います。